2021年10月の20日水曜日雑談配信です。10月も残すところあと10日となりました。こうゼロが続いてるのがいいよね。ここね、だからもう僕2000年なんか大喜びでして、ゼロがいっぱいだと思って、あと79年経たないと、2100年か、それでも、あと979年経たないと3000年にならないんで、まあその頃には西暦がなくなってる可能性がありますが、まあよろしくお願いいたします。いい、最初の話はやっぱコロナですよね。まあ今のところ下げ止まりじゃなくて感染者が2桁ということで、都内のね、全国で500、やっぱり500人ぐらいかな。でまあもう人出が多いと、今しか出れないと。数字が少ないっていうのは何かっつう話でさ、減ったってわけではないのでね、ただみんながもうさすがにコロナに疲れたとかいうことなんだろうなと思います。ほら出ても大丈夫じゃんっていうね、ことなんでしょう。それはでもやっぱりそのコロナウイルスが流行り始めの時、僕もただの風邪だろうというふうには思ってたんでね。愛知県の人でキャバクラに行ったおじさんみたいな感じでね、あれにみんながもうなりつつあるということです。もちろん環境が変わってるので、ワクチンを打った人で、感染しないじゃない、重症化が免れるという形になりつつありますんでね、それでいいんだろうなとは思うんです。ただ僕はもうちょっと用心した方がいいかなと思ったりしております。僕は割とこの辺慎重ですね。まあ僕の場合は家族がいない、一人暮らしなもんですから、おかしいなと思った時にはもう遅いっていうね、腐乱死体で見つかる可能性が高いので、まあなるべく自衛はしていかないといけないなと思ったりしてますね。病死だろうとなんだろうと、あんま人様に迷惑はかけたくないですからね。かけたくないんだったらやっぱりあれかな、富士山かどっかに、それはそれで富士山の管理をしてる人に迷惑がかかるしな、などと思いますが、まあなんだろうね、もう旅行したり観光したり、秋の観光シーズンだなんだっつってね、皆さん出たいんでしょうから、出ればいいんじゃねえのと思ったりとかしてます。まあ、僕はあと2年、収束するには2年かかるだろうなとは思うので、でもおそらくセキリとか黒死病とか、そんなもんもきっとそんなもんだったんだろうなと思う。人間がバタバタ死んでいくっていうことに、恐怖した時はあるのでしょう。そしてそこで宗教に頼る人であったりね、お祈りしたりとかする人とかね、聖水とかの文化もそういうもんだと思うんですが、だんだん人間は慣れていくっていうことなんだと思う。その人が死ぬ量とか数ですねはとかにも慣れていくだろうし、それがなんだろうね、前よりは少ないと。昨日100人だったのが今日1人しか死んでない、っていうものになると、ああじゃあもうだんだん良くなってきてるんだという錯覚、これは多分戦争にもつながってて、戦争ですごい勝ってるっていうニュースを日本人が聞かされて、やったーなんて、これからは日本の時代だーなんつってね、進軍だーっつって占領だーっつってやっ
ってる時の高揚感で負けてることに気がつかないっていうね。今はちょっと苦しいけれども、いずれ勝つから欲しがりません、勝つまではになるわけでね。あれは それはもうずっと変わらんのだなと思うし、人の心理はそんなもんだし、あとは例えば60とか70になったじいさんばあさんがさ、一生懸命働いて我慢と苦労を重ねてきて、やっと老後だと、お金も貯めたと、あとはこのお金を使って旅行したりとか、残りの人生を楽しく生きたいっていう時に、その残りの人生の2年間をコロナで外出できないってなったら、足腰も弱っていくし、次にどうなるかは分からない。じゃあこの束の間の落ち着いてる時期に旅行でもしようじゃないかっつってね、その気持ちも分からなくはない。だって明日死ぬかも分からんわけでね、じゃあ今を楽しもうということだと思います。まあ建設的ではないですけども、その老後を建設的に生きようと思ってた時に突然はしごを外されたり、または逆に言うと老人じゃなく若い人なんかは勉強とかね、学校とかね大学相変わらずリモートみたいですけど、一部その教授のぼやきみたいなので、リモートの方が良かったと。なぜなら講義会堂にわざわざ来て学生が真剣に授業を聞いてるかというとそうでもなく、みんな携帯やってたりとか、講義すらまともに聞いてないと、こういうのが目に入るとストレスだっつって、もうリモートの方が良かったわなんつう話もありましてね、そうだろうねと思ったりとかもするんです。それこそが学生の本分であると、携帯電話いじるのが学生の本分であると、これが本能であるというね、そんな気もいたしますが、まあそれでも若者は若者で今度先に時間として貴重な何年かを奪われるわけだ。だから中学1年でコロナに入った人はいつの間にか受験勉強をやんなきゃいけなくなるわけで、それは大変だよなと思ったりとかしますね。まあだからいつか自由に生きたいって人間は誰しも思ってて、その自由に生きるんだという、みんなも自由に生き始めてるしということに合わせて、今の人の動きであったり、観光客がこう旅行しまくったりとかするんじゃないかななんていうふうに思います。それら全てはもう、あんなにビクビクしてたことはもう忘れようじゃないかと、ほら大丈夫だっつってね。だからこの辺国民性として結局その一足先にフランスがパーティー開いたりとか、イギリスがサッカー観戦したりとかっていうのがありましたけど、一緒でね、イギもフラも、ドイツはあんま聞かない、あとロシもか、でジャップも変わらん、総じて、順番としては多分1位フランス、2位イギリスぐらいかな、アメリカも入るかな、 USA も入るだろうけど、この中で日本がかなり遅めにそういうものに対して、動いたということなんじゃないかなと思います。タイタニック号が沈むときに、フランス人はほにゃららで、イギリス人は なんとかで、日本人はなんとかでみたいな、船が沈む時の行動として、日本人は必ず最初に行動しないと、誰かがやったのを見て、からこれが安全そうだと思ったらそれをやるっていうね、なんか そういうところがもう何年も前に作られた格言みたいなものですけど、あるなぁなんていうふうに思いました。というわけで、これ終わり。
で、まあね、コロナにはかかってないけど体調が悪いっつってね、本当に1週間か2週間ぐらい前まで、自分でベッド作ってね、寝たきり生活してましたね。寝たまんま、うつ伏せで寝たまんま配信するとかやってましたけど、今は無事に、椅子に座りながら配信してもう何日もやってますけど、なんともないと、ありがたいということですね。あ、これならゲームもできるかもしれないなと少々期待もしておるところですが、一度ゲームをして何か悪いことが起こるとまた恐怖症になる。これがあってゼルダの伝説とかねやれないんですが、まあそういうのがあるんで、まあなんとかなればいいなと思ったり、してるところであります。あとはありがたいなと思ってるけど、でもいつそれが逆戻りして、動けないようになるかっていうのはね、本当に、治るってことがないんでね、これはなかなか、まあ、うまく付き合っていくしかないんでしょうけどね。一番いいのはそのやっぱがんのステージ1の時に発見して取っちゃうとか治療しちゃうっていうパターンでさ、その腫瘍みたいなものが大きくなる前に切っちゃえばいいんじゃねえのっていうふうに思うんだけど、それは医学的にもダメなんだってねだってできるの分かってるしと思うんだけど、できてからじゃないと対処しない。まあその辺警察と一緒だなと思いましたけど、警察も事件が起きそうだでは、ね、警護も捜査もしてくれない。事件が起きてから、人が殺されてからでないと動かない、物が盗まれてからでないと動かないってことですからね。であれば起きないように、防衛するためには自分で動かない、自分自身で何かを管理しなきゃいけないってことで、それは自分の体も一緒で、まあなるべくその再発しないようにしたいけど、別に食生活をどうにかするとか、座りっぱなしがダメとかそういうことでもない、体質だからダメだっつうんだよねじゃあどうしようもない、抑える薬もないし、痛み止めぐらいしかもう意味がない、痛み止めすら効かなくなりますからね。でもまあ今は何ともないんで、まあなんとかこの調子でやっていければいい。遊びたいゲーム、ドラクエ11。今ドラクエ11のゲームやると杉山先生がって話がすげえ多いんだろうけど、お前ら杉山先生の何知ってんだって話なんで、僕は結構ってなりますが、ファイナルファンタジー14、スカイリム、なんだろうか、あとなんだろう、今パッと思い浮かんだのは全部 RPG ですね。ああ、デスストランディング。ああ、今日話したいゲーム思い出した。星野源。星野さんがさ、キューブの映画、日本映画の主題歌歌ってる。これが、キューブ10月末に公開、だから今週末か来週末ですね、22か29に映画館でキューブが公開されるんで、今テレビ CM 打ってます。でまあ話題の俳優として、あの仮面ライダーの何か役で出てた、
眉毛の太い人が髪が長い状態で出演してると。なんだっけ、僕はもう神木隆之介でいいんですか。もう本当若い俳優さんがもう分からなくてね、すいませんけど、菅田将暉さんね、失礼しましたが主演でキューブをやるっつってね。まあキューブっていうのはもう30年前に作られたカナダの映画で、でまあこれのキューブの1がその脱出密室密室低予算映画としては驚くべきこう完成度を誇ってまして、これが当時話題になりましてね、これは見とけっていうので、まあ、確かに面白いと。でまあその向こうの方というか、それがアメリカのハリウッドにキューブ2で作って、よくなくて、キューブ3、4とあとキューブ0まで出たのかな、どんどんこうお話がおかしくなっていったってやつがあるんですが、それを一番面白いキューブ1を日本でリメイクするということで、正式に映画会社からリメイク権を買ったのか許可もらったのか、作るっつってね。このニュースを聞いた時はびっくりしましたね。マジでと思いましたけど、まあ近年そうやって、昔流行った映画のあれをやってるわけですよ。作り直し24ジャパン、逃亡者ジャパン、そして今回のキューブジャパンですよ。一応予告編を見たんですがね、もうなんかまあ日本映画でありそうだという感じの、あとレーザー光線とかビーって出たりとかね、よりこう嘘くさい感じになってる。あとはやっぱり日本人が見る日本のお芝居っていうのは、まあ演劇調なのもあるしわざとらしいよなと思ったりとか、密室劇に向かない感じがとてもして、まあそれも面白いなとは、面白いというか、あ、これが日本ってやつなんだっていうのと、海外の人にとってはその日本語の芝居がどうこうっていうよりも絵が綺麗か綺麗じゃないかっていうぐらいのもんで、それで見ても画面は暗いし、どうかななんていうふうに思ったりとかしました。基本的に緑色の背景に、まあ、赤いワンポイントのライトが入ったりとかする感じのね、まあ、昔から日本でよく使われる色合いですけど、まあ見てみないとね、あとお話自体は見なくても分かってるので、どうせ最後にあれがあれするんだろうって思ったりとかしてるんで、あれなんですけど、まあまあその話題の俳優で見たくて見に行って面白かったっていう人が、まあ、たくさんいればそれはそれでいいかなと思ったりします。僕はもうその昔のキューブで十分だし、あれ以上のものになるとも思えないので、まあそれでいいかなと思ったりとかしますね。なんかちょっと逃走中な感じも多少あったりとかするなとか、いろいろ思ったりしました。でこの主題歌を星野源が歌ってるんですけど、この主題歌がさ、あのドラえもんのオープニングの歌となんか一緒に聞こえちゃって、まあこれはもう僕の耳が悪いっていうことで、あれ、ね、ドド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 ドラえもんっていうあの歌っぽいなと思って、キューブの世界観にこれ合ってんだか合ってねんだか、まあでもそういうのも全部含めて、日本映画らしいなと思ったりとかしました。だからダメなんだよとまでは言わない。これを今日どうしても話したかったのに、忘れてたという話でした。失礼。
デスストランディングで思い出しましたね。あと遊びたいゲーム、あとはもうメトロイドドレッドぐらいでいいのかな。まあ順番としてはドレッドを遊びたいなとは思いますけど、楽しみだな。難しいって言うからね、僕はもうとにかくこれらを怒らずにやる。怒らない、キーっつってなんだよっつってやらないようにしたいですね。あと動物の森、物森、あの無料アップデートが11月で終了で、それと同じに、有料アップデートというのを始めるということです。すごいね。だから2019年から21年まで動物の森は2年間無料アップデートを続け、つまりこの有料アップデートっていうのを2年後に控えて、るというね。そしてこれ有料アップデートで金取んのっていう時に、果たして、そんなにいいものなのっていうと、別に大してより面倒くさくなったというか、リゾートで来てたはずの動物の森でいつの間にか仕事してるっていうね、仕事をするっていう項目になっちゃうっていう目的がまた変わってきちゃうんですが、動物のお世話であったりコーディネートを自分でしてみようということのゲームなんですが、これはでも僕は思いましたね。2年無料でやってて、この2年後の有料アップデートっていうのは、まあそのソフトが売れた分だけこれを買ってくれる人がいるかっていうと、その2年の間に動物の森離れた人もいるからそれほどではないと思うんですが、動物の森好きな人にとってこの有料アップデートというのはむしろ新作なのではないかと。こう思うわけです。まあだからやってることは一緒なんですけど、ちょっとやれることが増えるだけなんですけど、これはもう2年経ったら新しいゲームが出るじゃんっていうサイクル、今はもっと長い5年に1本とかっていうサイクルになってますけど、これはすごいなとちょっと思いました。アップデートをずっと無料でサービスしてた中で有料だよっていう中で別に文句言う人もおらず、楽しみにしてる人がいて、その時間をかけて作ったものに対して、ケアをしていく、その信頼から、有料アップデートですっていうこのプランが恐ろしくて、まあ、ここまで綺麗に型にはまって、綺麗に行き過ぎるとなんかできすぎないんじゃねえかと思うんですが、でもやっぱりその動物の森が遊びたいって人にとってこの2年間お待たせしましたっつって、同じ世界観で、こちらの有料アップデートを入れていただけるとさらに遊べますよっていうところで、僕はやれることが多すぎるとそれはそれで疲れるからいいかって思っちゃうんだけど、でも好きな人にとってこれは、ま、紛れもなく新作である、 もしくは動物の森のとてつもないアリューなことをしているという、それがちょっとね感心したところです。他のゲームメーカーだったらもう発売して2ヶ月後に有料ダウンロードコンテンツとかってやってたとこですよ。ゼルダの伝説がそのパターンでやりましたけど、あと、まあ、いろんなパターン試してるっちゃ試してんだろうね。スマッシュブラザーズは先にお金もらってその
いくらかのお金をもらってそのファイターが2年間ずっと追加され続けるというコンテンツ形式を取り、動物の森は逆に2年無料で、ね、いろいろサービスを提供した後に、お金を取る。だからこれはある意味任天堂がどういうゲームの発売の仕方をしたらプレイヤーは一番ストレスなくお金を払うだろうかという実験のようにもちょっと見えますね。もうある程度完成されたガチャ要素というので、ね、無料でゲーム始めてガチャでお金使ってもらうっていうプラットフォームはもう出来上がってんだけど、それとは違うプラットフォームをとにかく作れないかっていうその実験に見えて、動物の森ちょっと面白いなと思いました、この辺の話をしたかった。さて、じゃあ今日のあれです。これ当て字で立ちつてと名前ね、メンマ JC からどうもこんばんは、立ちつてとですっていう風に やっぱ立ちは立ちひろしの立ちかな、立ちつてとです。仕事のつてとかのつてって漢字なんですかね、ひらがなでしか見たことないけど、つて、ああ、つては伝わるなのか。今、これでつてと読む。あ、やべえ。ありそうな名前になりましたよ。やばい。これ、みんなと相談してやろうかなと思ったんだけど、意外に、これで立ちつてとできちゃったな。他に何かない？たちつてと、ちつなんて漢字で書いたことないから分かんないけど、なんかないかな。いやでも意外に立ちつてとでもういいような気がする。つ立ちつててとは漢字でないだろう。て、手っていう感じ、これしか思い浮かばないな。立ちつ、立ちつ、手買って手る、これもあるか、テラスのテールテル、照り焼きのテル、照り、た、て、意外に、でも手っていう感じで、本当インターネットは便利だなと思いますけど、ね、今もう Google 翻訳がすごいから、手って打って変換を押すと、あ、でも手って打って3種類しか出ないんだ。手と、手と、
輝、あ、そっか、輝きもテルになるのか。この3種類にしかないんだ。じゃあもう立ちつてとで、立ち花、立ち、逆に言うとツタという漢字をツテと読ませるというのはどうだろうか。ツタ、立ちツタ、立ちツタとになるな。あ、立ち、あ、津田まさきとかいるな。そうか、立ちつた、ちつてと。でもやっぱな、名前としては立ちつてとの方がいいような。だから やっぱりこう立ちつてとでいいような気はするんだけど、立ちつて、立ちつて、とがしのとってどうだっけ、忘れた。立ちつてと、どうこれ、いい感じじゃない。誰も反応しない。まあいつも反応するなっつってるからね。ちょっと書いてみよう。どうもこんばんは、立ちつてとです。立ちという漢字を忘れた。立ちつてとです。なんて読むんだろうっていう、それはちょっとあるよね。これいいんじゃない。立ちつてと。はあ、ああ、ああ、これがとじゃなくとになるとよりいいですね。とであったり、とであったり。すんごいいっぱいある。唐沢の唐でも唐だし、東大の唐でもいいし、あ、唐にするとすげえいい。そして唐と読ませると、お、唐さんと、僕のことをパパと呼んでいいんだよってことになるわけだ。おしゃれじゃん。どうこれ。これで新しい名前、これでいこうかな。どうもこんばんは、立ちつてとですというのでね、明日から立ちつてとになるかもしれません。メンバー JC でした。ありがとうございました。まあちょっといいな。まあみんなに相談せずとも、こうやって一人で面白いことが考えられるので、皆さんがいらないということがまた結論づきましたけど、ありがとうございました。終わります。こんな投げやりな終わり方でよろしいんでしょうか。でもいいな。あ、だからもうこの父さんだったら立ちつて父でこれでいいかも、父でいいかもしれないですね。父でいいんだったら、あ、これだと立ちつて乳になるですね。もう立ちつてオリゴ糖みたいな、これもいいですね。お砂糖みたいで可愛いですね。ちょっと立ちつてとにはちょっと夢がありますね。夢枕バクよりも夢があるような気がするので、明日は何ぬねのの当て字を考えようかなと思います。多分やらないと思いますが、以上です。お疲れちゃん、お疲れ。